コルタナ、奴らを振り切れたのか。残念ながら。グラインドワープしたというのに、なぜ？コブナントの船はいつだって速かったわ。ライトスピードで操船しているときに機動操縦が制限されてたのよ。探知されなかったはずだ。ええ、でもワープで作った穴を見逃すはずはないわ。惑星の裏側で待ち構えてたのよ。それで状況は？奴らの最後の警備艇を片付けてるところよ。でも接近してくる CCS クラス艦隊の方が厄介よ。各艦隊は3隻の主力艦で構成されてるの。あと90秒で周りは敵だらけよ。そうか、戦闘態勢アルファを発令しろ。総員配置だ。全員に？全員だ。それから、うん？彼を起こす時が来たようだな。分かってるわ。全戦闘員一部、各自戦闘配置につけ。第5小隊は11艦班のエアロックへ。第14小隊、防護壁チャーリーで第22戦術部隊と合流せよ。聞いたか？パーティーの時間だ。これは演習ではありません。繰り返します。演習ではありません。よく聞け。俺たちの任務は空軍が追っ始めたことの後始末をすることだ。今から地上によりコブナントどもと交戦する。奴らを発動するにしてやれ。お前ら分かったな？はい、グルゾー。いいだろう。さあ行くぞ、急げ。総員に次ぐ、コブナント接近中、戦闘準備開始。コブナントを間近で見たいとほざくお前ら半人前にはまたとないチャンス。どうでしょう。いいだろう、始めるぞ。レベルシステムオン。30秒で加熱分解します。あと5秒。サイクル完了。異常なし。手荒な起こし方ですみません。緊急事態です。方向感覚もすぐに戻るはずです。チーフ、すぐに整備します。部屋を見回してみてください。キャリブレーションをチェックします。OK、ありがとうございます。ヘルスモニターをオンにします。バイタルサイン異常なし。 OK、 カプセルから出てください。通常の倍の興奮剤を投与したのでクリオルームを歩き回ってみてください。次は視覚をチェックします。赤い四角の上に立ってください。すみません、緊急時ですので照準はご自身で調整してください。ではパネルに照準を合わせて動かしてみてください。OK、 異常はありません。チーフ、今度は上下の動きを逆転させますので確認をお願いします。もう一度照準を動かしてみてください。
どちらが良いですか。それではもう一度動かしてみてください。これで OK ですか。戻します。それではノーマルにしておきます。後から変更可能です。エネルギーシールドのテストをしましょう。テストステーションまでついてきてください。コブナントの攻撃機が接近中。防衛チームはアルファからシエラに展開せよ。突入してくる敵を迎撃。エネルギーシールドをオンラインにしてくれ。よし、フルチャージ完了しました。ではオートリチャージのテストに移りましょう。エネルギーシールドのチェックは完了しました。クリオルルーム、こちら艦長、すぐにチーフをブリッジによこしてくれ。艦長、武器のチェックが済んでいないのですが。大至急だ。了解。早く行った方が良さそうです。武器は後でお届けします。自己診断機能をオンにしておきます。なんだ、どうぶち壊そうとする。助けてくれ。あ、やめろ。サム、早く出ましょう。こちらへ。ここの安全は確保しました。別の場所を援護してください。
シフ、早く艦長のところへ。キース艦長。チーフ、あえて嬉しいよ。状況は芳しくない。彼女はよくやった。だが敵の数はない。敵は12隻もの上位艦よ。でも3隻は破壊したわ。いえ、4隻ね。眠れた？ああ、君の操縦の割には。